長領、長領、長領。紀元前186年は、はたまから、前漢初期の政治家、軍師。字は死亡。送り縄文政。劉邦に仕えて、多くの作戦の立案をし、劉邦の破業を大きく助けた。昇家、関心と共に、官の三欠とされる。劉邦より、止め、現在のチャン水省助手支配見の南東に領地を、授かったので、 止めとも呼ばれる。子には、死子の長不義と少子の長壁強がいる。祖父、長海一は、漢の諸公、仙慶王、女王の最相を務め、父、長大らは、おさむ王、漢慶王の最相を務めていた。式作院では、その祖先は、漢の皇族であり、周王室と同じ姫姓であったが、旗による、俗探索から逃れるために、長子に改名したことになっている。 父の長大らが死んでから二十年が経った後、旗が菅を滅ぼした。その時にはまだ長領は年若く、菅についていなかった。菅が滅びたのは、紀元前230年で、普通二十歳にもなれば成人であり、父が死ぬ間際に生まれたわけでなければ、長領も菅位についているはずである。しかし、滅亡寸前の国なので、二十歳を過ぎて、なお菅につけなかったということもあり得るため、 藩が滅亡した時点で20代前藩とも考えられる。また、紅白よりも年下との記述がある、こう本義。祖国を滅ぼされた長領は復讐を誓い、全財産を売り払って復讐の資金とした。弟が死んでも費用を惜しんで葬式を出さなかったという。長領は同志を求めて東へ旅をし、倉海君という人物に出会い。 その人物と話し合って屈強な力士を借り受け、紀元前218年頃に始皇帝が巡行の途中で広白さ、現在の河南省信号市原尾県の東を通ったところを狙った。方法は、重さ120斤、約30キログラムという鉄槌を投げつけ、始皇帝が乗った車を潰すというものであった。しかし鉄槌は、副車に当たってしまって、暗殺は、 失敗に終わり、長領たちは逃亡した。始皇帝は自らを暗殺しようとした者に怒り、全国に触れを回して、捕らえようとした。そこで長領は偽名を使って、下否、現在のチャンス水省助州市の東の州市に隠れた。ある日、長領が橋の田元を通りかかると、汚い服を着た老人が、自分の靴を橋の下に放り投げ、長領に向かって、小僧、 取って来いと言いつけた。長寮は頭に来て、殴りつけようかと思ったが、相手が老人なので我慢して靴を取ってきた。すると老人は足を突き出して、履かせろと言う。長寮は、このじいさんに最後まで付き合おうと考え、ひざまずいて老人に靴を履かせた。老人は洗って去って行ったが、その後で戻ってきて、お前に教えることがある。5日後の朝に、ここに来いと言った。 5日後の朝、日が出てから長寮が約束の場所に行くと、すでに老人が来ていた。老人は、目上の人間と約束して遅れてくるとは何事だと、言い,い、また5日後に来いと言い残して去った。5日後、長寮は、日の出の前に家を出たが、すでに老人は来ていた。老人は、再び、5日後に来いと言い残して去っていった。次の5日後、長寮は、夜中から約束の場所で待った。 しばらくして老人がやってきた。老人は満足気に、王、わしより先に来たのを、こうでなくてはならん。その謙虚さこそが大切なのだと言い、長領に太鼓帽の標本書を渡して、これを読めば王者の死となれる。十三年後にお前は山のふもとで黄色い死を見るだろう。それがわしであると言い残して消え去ったという。後年、長領は、 この予言通り功績に出会い、これを持ち帰って家宝とし、長領の死後には一緒に墓に入れられたという。この功績鉱との話は伝説であろうが、長領が誰か師匠について標法を学んだということは考えられる。また、太鼓坊の標法書というものを陸刀だと考える向きもあるが、現存する陸刀の成立年代は、 疑心大と考えられているので、少なくとも長領が読んだ書物は、現存する、陸刀ではないとみられる。また、この火火での逃亡生活の時に、降雨の叔父紅白が人を殺して逃げ込んできたので、これを特まっている。陳賞、五行の乱が起こると、長領も兵を集めて参加しようとしたが、百人ほどしか集まらなかった。その頃、陳賞の死後に、 相王に擁立された、その旧王族の敬語魔が止めにいたので、参加しようとした途中、劉邦に出会い、これに合流したという。長寮は、自らの将としての不足を自覚しており、それまでも何度か対象たちに出会っては、自らの標法を解き、自分を用いるように希望していたが、聞く耳を持つ者はいなかった。しかし劉邦は、長寮の言うことを素直に聞き入れ、 その策を常に採用し、実践で使ってみた。これに長寮は、廃校、竜邦は、誠に、天授の英傑だと思わず感動したという。竜邦は、その後、敬語間を配送させた、高領の下に入って、一方の軍を任されるようになる。高領は、新しい旗頭として通う、後の議定を立てた。そこで長領は、菅の講師であった横洋君の反省を勘用に、 立てるように光梁に進言した。光梁もこれを認めて、聖を勘を落とし、蝶梁をそのさると、式集下によれば、使とのことに任命した。その後、漢を聖に従い、千人ほどの手勢を引き連れて、旧勘の城を攻めて占領するが、すぐに兵力に勝る旗によって奪い返された。正面から当たる不利を悟った蝶梁は、遊撃戦に出た。そこに、 劉法が兵を引き連れてやってきたので、これに合流し、旧館の城を十数条攻め取り、館を再行した。その後、張領は、主君の館王政を城の一つに止めると、自らは劉法に従って、真へ攻め上り、旗の東難の席である武館に至った。劉法はすぐに攻めかかろうとしたが、張領は、首相が商人出身であることに目をつけ、買収して、席を開かせ、 相手が油断したところで襲撃して、首相を殺し、最小の被害で、冠中に入った。冠中に入った劉邦は、新王の声への降伏を受けて、新の首都関与に入場した。帝都のきらびやかさに驚いた劉邦はここで、楽しみたいと思い、半華に、ここを出て郊外に宿営しようと諌められても聞こうと、しなかった。そこで長領は、旗が武道を行ったので、廃校は、 関与に入場できました。それなのに、ここで楽しもうとするのは、旗と同じでしょうと劉邦をいさめ、中元は耳に逆らいども行いにりあり、毒薬は口に苦けれども病に,にりあり、と申します、と、再び歓迎した。劉邦は、その歓迎を素直に受け入れて、関与を出た。その頃、東で、真の大軍を打ち破った甲府は、東の関である、関古関に迫っていたが、 すでに劉鳳が漢中に入り、自分を差し置いて漢中の王のようにしているのを見て激怒し、漢古関を打ち破って漢中へ入り、劉鳳を攻め殺そうとした。その日の夜、旧友の紅白が皇羽の陣営から張領の下にやってきて、私と一緒に逃げようと誘った。だが張領は、私は漢王のために廃校をここまで送ってきたのです。今、 こういう状況だからといって、逃げるのは不義ですと言って断り、紅白を劉邦に合わせた。劉邦は紅白と隕石関係を結ぶ約束をし、紅羽に対して釈明をしてもらえるよう頼み込んだ。紅白の釈明により紅羽の怒りはやや収まり、紅羽と劉邦は会談を行うことになった。これが紅門の会である。紅門の会で劉邦は命を狙われたが、 蝶梁や藩界の働きによって危機を逃れている。その後、幸羽は根拠地の法上、現在の助手詞に帰り、藩旗戦争の参加者に対する論功交渉を行った。これにより流邦は破職、冠中の王となる。流邦が破職へ行くにあたり、蝶梁は賛同を焼くように進言した。賛同とは、職に至る険しい賛同を少しでも通りやすくするために、 木の板を道の横に並べたものである。とりあえずの危機は去ったものの、流邦はまだ降雨に警戒されており、何かの口実で討伐されかねなかった。道を焼いて、通行困難にすることで無本の意思がないことを示し、同時に攻め込まれたり患者が入り込めないようにしたのである。流邦が破職へ去った後、長寮は、肝王星の下へ戻る。だが、降雨は、 漢王政が劉邦に味方したことを不快に思い、政を手元に留めて勘に戻らせようとしなかった。そこで長領は孔羽に、漢王は賛同を焼いており、大王に逆らう意図はありません。それより、政で、久氏らが背いていますとの手紙を出し、孔羽はこれで、劉邦に対する疑いを後回しにして、直ちに久氏らの討伐に向かった。だが、結局、孔羽は、 漢王政を勘へは、返そうとせず、最後には、半蔵の進源で、法上で、漢王政を処刑した。半蔵はかねてから劉邦を脅威に思っており、もし劉邦が闘進してくれば、恩義のある藩がまず協力するだろうと見たのである。このために蝶寮は官職を辞して、藩蔵を通じて逃亡して、すでに闘進した劉邦と再会し、劉邦は、蝶寮の進源でなき漢王政の遺体を提帳に、 埋葬して、漢王政の俗主の真を探し出して、これを精神功に封じた。長領はそれまでは劉邦にとって確証であったが、以後は正式に参謀として劉邦に仕えることになった。劉邦は、その後漢中を占領し、東へ出て、皇吾の本拠地、北条を占領するが、皇吾の軍に破られて逃亡し、慶応、河南省慶應市で皇吾軍に包囲された。 包位戦の途中、呪者、歴キ・が、皇羽は、かつての六国、戦国七王から旗を除いたの子孫たちを殺して、その領地を奪ってしまいました。大王がその子孫を諸侯に封じれば、皆喜んで大王の進化になるでしょうと時、き、竜邦もこれを受け入れた。その後、劉邦が食事をしているときに、長領がやってきたので、歴キ・の策を話した。長領は、こんな策を実行すれば、 陛下の大事は去りますと反対し、劉邦が理由を問うと、長領は劉邦の箸を取って説明を始めた。長領は、と答えた。劉邦は食べていた食事を吐き出し、呪術、呪術イコール呪者を馬鹿にすることは、歴域のことに大事を潰されるところだった。と慌てて策を取りやめた。紀元前203年。 劉鳳と郊羽は、京洋の北の高竹山で退陣したが、食料が切れたので、和睦して、互いにその根拠地へと戻ることになった。ここで長領は、鎮兵と共に、退却する郊羽軍の後方を襲うよう劉鳳に進言した。郊羽とその軍は、関心と包越の活躍もあって疲弊しているが、戻って回復すればその強さも戻ってしまう。油断している今を置いて正気はない。 と見たのである。劉邦はこれを受け入れ、関心と宝越の二人の武将も一緒に、皇を攻めるように命令した。しかし、関心と宝越はやって来ず、劉邦は、古領で、皇軍に敗れた。長領は劉邦に、関心、宝越が来ないのは、恩賞の約束をしていないからですと答えた。劉邦は、彼らには十分六は出している。関心は聖王にしてやったというも、 長寮は、関心は、肩書きだけで、生の地を与えたわけではありません。法越も補給路を立つなどの活躍をしましたが、肩書きの一つでも与えましたか。それに、彼らも、関数愛が争っているからこそ、価値があると分かっているので、争いが終わってしまえば自分たちはどうなるかと、不安なのですと返した。なおも納得ができない流法が、では、恩賞が少ないからといって、我々を見捨て、 感が滅びればどうなる彼らも滅びてしまうではないか。それに天下が定まらない状況で恩賞など出せるかと、問うとう、長領は、彼らは感が滅びるとは思っていません。功績と恩賞が見合っていないと思っているのです。さきの戦で、大王は天下の半分をお取りになりました。それは一体誰のおかげですか大王の恩賞は、 天下が定まってからというお考えはよく理解できますが、天下の人々には、流邦は天下の半分を取りながら、恩賞を出し惜しんでいるとしか見えません。私は、大王が物を惜しんでいないのは、よく存じております。しかし、天下の人々にもそう見えなければ意味がありません。だから彼らも、恥じることも悪びれることもなく、動かなかったのですと答えた。これに、劉邦も納得し、 両者に対して戦後も関心を西欧に放栄を両王に封じる約束をし、喜んだ両者の軍を合わせて皇軍を外貨に包囲し、皇婦を討ち取った外貨の戦い。ついに皇婦を滅ぼした劉邦は皇帝に即位し、皇祖、進化に対して恩賞を分配し始めた。長領は野戦の功績は一度もなかったが、計りごとを威役の中に巡らし、 地里の外に勝利を決したと高祖に言わしめ、三万戸を、領地として、生の国内の好きなところに選べと言われた。しかし長領は辞退して、私はかつて陛下と初めてお会いしたとめをいただければ、それで十分ですと答え、止めに封ぜられ、止め行となった。高祖は、功績が多大な家臣を先に奉承し、後のものはそれから決めようとしていた。ところがあちらこちらで、 家臣らが密談をしているところを目撃した。酵素が長領に、彼らは何を話しているのかと聞いたところ、長領は、彼らは謀反を起こす相談をしているのですと答えた。驚いた酵素が理由を問うと、今までに報奨された人は、昇華や総産など、陛下の親しい人ばかりです。天下の土地すべてでも彼らすべてに与えるだけはなく、彼らも、従義などではなく、 恩賞を求めて仕えてきたのです。彼らは陛下に中殺されるのではないかと恐れ、ならば、謀反を起こそうかと密断しているのですと答えた。酵素が対策を問うと、長領は、功績はあるが陛下が一番憎んでおり、それを皆が知っているのは誰ですかと聞いた。酵素は、容姿。昔に裏切られ大いに苦しませられ、殺したいほど憎い。 だが功績があるから我慢していると答えた。長寮は、ならば、容姿に先に恩賞を与えれば、皆は安心しましょうと進言し、高祖がその通りに、容姿の恩賞を発表すると、皆は、あの憎まれている容姿ですら称されたのだから、自分にも恩賞が下るに違いないと安堵し、あちこちの密談はピタリとやんだ。落葉を音にしようとしていた高祖に対し、竜隆氏。 老高隆が長安を弟とするよう進言した際には、長領も、洛陽の端所、周囲が明けているため、攻められやすく守りがたいと長安の利点、点検に囲まれ防衛が容易を述べて、劉高隆に賛成し、長安に決定させた。長領はもともと病弱であったが、体制が確立されて、以後は病気と称して、家にこもるようになった。その中で、動員術の研究に取り組み、 穀物を立って、特殊な呼吸法で体を軽くし、新鮮になろうとした。しかし、酵素の四季が近づくと、劉邦の愛称、赤子がその子、劉女よ皇太子にしようと格索し始める。劉邦もその気になったため、すでに皇太子に建てられていた竜英、後の慶帝とその母、竜記事は、危機感を抱いて、朝廷の旅客を止めに派遣させて、長寮に助言を求めてきた。 長寮の助言を聞いた旅客は妹に報告した結果、皇祖がたびたび将兵に失敗した巧妙な学者たち、東炎郷、六里先生、木里木、花王公を竜栄の主として招くように助言し、これらの学者たちは竜栄の主となった。皇祖はたびたび将兵しても応じなかった彼らが竜栄の後ろにいることに驚き、なぜか聞いた。彼らは陛下は礼を書いており、 我らは恥ずかしめを避けるため応じませんでした。ですが、皇太子殿下は、徳も礼も備えており、人民も慕っているとのこと。なので散来したのですと言った。酵素は流栄を改めて認め、皇太子の皇鉄は取りやめられた。旅記事は長寮に恩義を感じており、特殊な呼吸法で体を軽くしようとしていることを聞いて、人生は一回しかなく、短く儚かないものなのです。 なぜ止め子、長涼はご自身を苦しめられるのですかと述べて、長涼に無理してでも食事を取らせたので、長涼は仕方なく旅帰の言う通りに食事を取った。高祖の死の九年後の紀元前186年に死去し、文聖公と送りなされた。この長不義が後を継いだ。死後、この不義は止め子の地位を継いだ。 調府には、紀元前175年に不経済で公を免じられ、領地を没収された。その後、官女、孔恵高公文行新表によると、長領の矢者後の子である、長千秋が、先定時代に、不液免除の特権を賜った。また、五官書、文縁伝によると、長領の公営に、文人の長長が出た。このか、駅州の人で、五官の四空長広氏。 その子で、公領大使の長綱、その創尊で、諸区の社迦将軍の長翼らが、長領の子孫を称している、五勘所、長広市伝、三国志長翼伝。長領の養子は、柴瀬に曰く、婦人公女のことしだという。その頭脳から出る策は軍事にとどまらず、劉邦の自責のほぼすべての領域にわたっており、長領がいなかったら、劉邦は天下を取れなかったというのは、 注目の一致するところと言える。関心、昇華においても同じことが言え、これら英傑を使いこなしたことが自身の言う通り、劉邦の偉大さと言える。家臣の偉大さが主君の偉大さを照らし、主君の偉大さが家臣の偉大さを照らす、この関係を後世の人々は、君臣関係の理想としてたびたび引き合いに出した。また最高の知略の真。 大佐の祭という代名詞としてもたびたび使われており、特に三国時代の曹操が純育を我が志望が来たと喜んで迎えたのが有名である。長領の優れた軍師ぶりは日本にも伝わっており、江戸時代に描かれた長領の肖像画が何枚も残っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。